オブジェクトモデル化技法。オブジェクトモデル化技法は、オブジェクト思考ソフトウェア開発方法論であり、1990年頃に、ジェームズ・ランボー、マイケル・ブラハ、ウィリアム・プレメラに、フレデリック・エディ、ウィリアム・ローレンセンなどの人々によって開発された。ジェームズ・ランボーたちは、著書、オブジェクト思考方法論、アマットモデル化と、設計でアマットを説明している。現在では、 アマットは、n ルの策定とユニファイドプロセスの開発においては、ラショナルソフトウェアに在籍していたジェームズ・ランボー、グラディブーチ、イバーやコブソンなどの人々が大きな役割を果たした。ラショナルソフトウェアは、ユニファイドプロセスを元にして、ラショナル統一プロセスを開発した。ユニファイドプロセスとラショナル統一プロセスでは、モデル図の基本として n ルを採用している。アマットにおいては、 分析過程に大きな労力を投入する。オブジェクトモデル図ではシステムの性的な構造を記述する。状態図にはデビットハレルの状態遷移図を採用しており、システムの動的な側面を記述する。データフロー図には伝統的なデータフロー図を採用しており、システムの各機能を記述する。データフロー図にはデータの流れやデータを扱うプロセスなどを記述する。 アマットの設計過程ではシステムの高水準の構造について選択を行う。アマットでは難しい決定判断はすでに設計過程で終了しているため実装は機械的かつ直接的に行うことができるとする。ただし実装に際しては留意すべき指針がある。1990年代後半にアマットは 他のオブジェクト思考ソフトウェア開発方法論と統合された。ラショナルソフトウェアはユニファイドプロセスを元にしてラショナル統一プロセスを開発した。この統合に至る経緯を述べる。1990年代前半には多くの人々がそれぞれ独自のオブジェクト思考開発方法論を提唱していた。これらの開発方法論はそれぞれ固有のモデル図の基本を規定しており、 また、開発手法も様々であった。この状況の下では、とりわけモデル図の記法が開発方法論ごとにバラバラであったことが問題となっていた。ソフトウェア技術者はオブジェクト思考で共同作業を行うためもしくはオブジェクト思考の技術書を理解するために状況に応じて複数のモデル図の記法を習得する必要があった。 それぞれのモデル図の気泡で実現しようとしていることは、大雑把に言えば、ほとんど同じであったため、気泡が多く存在することによる利点は、ほとんどなく、デメリットが大きかった。こうした状況の下で1994年にアマットの提唱者の一人、ジェームズ・ランボーが、ゼネラル・エレクトリックからグラディブーチの在籍する、ラジオナルソフトウェアに移籍し、 開発方法論を統合する作業に着手した。さらに1995年には、ラショナルソフトウェアは、イバー・ヤコブソンが在籍するアブジェドリー AB を買収した。ラショナルソフトウェアにおいて、ランボーとブーチとヤコブソンは、それぞれのオブジェクト指向ソフトウェア開発方法論を統合する作業を行った。ラショナルソフトウェアで開発方法論を統合する作業の過程で、 モデル図の記法と開発手法をまとめて統一するのではなく、モデル図の記法の統一と開発手法の統一の二つの作業に分割して作する方針を取ることになった。ラショナルソフトウェアはユニファイドプロセスを元にしてラショナル統一プロセスを開発した。ユニファイドプロセスとラショナル統一プロセスでは、モデル図の記法として ND を採用している。現在 ND は 情報技術で広く普及している。ラショナル統一プロセスを含む多くのソフトウェア、開発手法で、モデリング言語として採用されている。ソフトウェア開発で使われる事例、情報技術の技術書で使われる事例が多い。アマットの分析段階で作成する、モデル図の概念と記法の多くがんるに引き継がれている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。